を全額使うとかさ、使い切っちゃって借金になっちゃったみたいな人いるじゃないですか。そればかりか。バカなのって思わない？そんなことないでしょ。そんなことありえんの？35億とかだったら絶対全額使い切らないですよ。金が金を呼ぶからね。金を利用して金を手に入れようとするわ、そしたら。お前そういう話好きだよなって。いや、人の不幸は蜜の味って言いますけど、んなこと言ったら皆さんもそうなんじゃないですか。人のなんか不幸を喜んで見に来るじゃないですか。一回なんか持ち上げられた分、落とされた時のその急斜角度がえげつないからさ。35億、ボーンってうなぎ登りですよ。もうほんとうなぎ登り。そっから、あれです、全額使い切って借金。ドカーンですよ。マジで。もともとが、その35億、宝くじで当たったお金ってところが、まず同情する余地もないし。まあ、もともとのお金がね。35億当たったの。いや、今なんか、世界、YouTube で、こうなんか YouTube 適当にネットサーフィンしてたら、世界仰天ニュースで35億円が当たったとかっていうサムネのやつがあったから、サムネっていうかタイトルとサムネのが。まあ、言ってしまえば違法転載動画だと思うんですけど。眉毛薄いね。眉毛剃りすぎたよね。2ミリとか薄すぎだろ。声が小さい。え、ほんとっすか？ハロウィンナイミーライ。ほんとに？一応マイクこれ、いっぱいまで上げてるんだけどな。配信者で宝くじ当たったって嘘ついたやつ。あ、いたね。なんかいたね。なんかいましたね。なんかそんなやついたな。なんか画像加工して、番号とかも加工したやつだよね。いたな、そんなやつ。朝の光なんて、オレオレ詐欺で、うん千万取られた。朝の光って誰？ AV 女優ですか？なんか名前的に。わ かんないけど。VTuber 寝ないで動画作ってる。あ、なんかヒカキンの一日みたいなやつ見たけど。一 日になんか動画3本ぐらい撮影して、3本分ぐらい編集してたけど。あれなのかな。でもね、例えば週7で一日も休みないなんてことはないだろうから、一気に撮っちゃうんかね、撮りだめして。あ、焼きそば弁当さん、風船10回出ます。
週1日か2日ぐらい休んでないの、さすがに。さすがに週7でやってるってことはないだろう、なかなか。もうそれこそもう何にもできなくなるんじゃん。髪乾かすか。一般さんバーガーでございます。ハロウィンなのに、ライブいいな、かぼちゃが誘ってる、さてを叩け、腰を振れ、今夜は誰もバカになれ。フォローしました。そうそう、なんかこれふわっちってさ、フォローされた瞬間通知が来るんですよ。これ通知設定みたいなオンにしてると 誰にフォローされましたっていうのがリアルタイムでこう通知されるんだけど、まあスマホとかに来るんですけど、なんか今耳んとこが白いもんついてなかった？なんだこれ、シャンプーの洗い残しか、これ。取れたか。ほこりか。あ、取れたな。そういえば、フォロワー何人ぐらいになったんだろう。フォロワーか。フォロワーのことをいつもフォロワーって言っちゃうね。たまーに見るんだよな。何人になったかなって。ニコ生の時とかは、あ、通訳取ります。お疲れ様です。